映ってるんで。これ使う最初から。これ使いますよ。僕いつも使うんで。トメさんのジャッキー、あ、違う。あ、僕のチャンネルの。そう、ごめんなさい。どうも、ドゼルです。そして、トメさんのジャッキー、ヨッキューです。いや、今日はですね、ケイケさん、めちゃくちゃすごい人と一緒にいますよ、僕たち。パーマンです、本当に。めっちゃ昔から僕、YouTube で見てた方とご一緒させていただいて。オーラがすごくして、もう、本当に。この方です。こんにちは、ハイジーです。今日ですね、ハイジーさんとまず寿司ローに来ておりまして、はい、ちょっと一緒に寿司を好きなだけ食べたらいくらになるのか、はい、って企画をやらせていただいております。気になりますもんね。嬉しい。本編はハイジーさんチャンネルで、はい、アップされますので、ぜひ概要欄からご覧ください。よろしくお願いします。早速食べていきましょう。食べちゃいましょう。無限に食べますよ、僕ね。無限ですからね。本当でしょうね。全然いいですよ。無限食べるとこ見たいもん、人が。ケイケさん、結構食べてますね。結構食べてますよ、これ。で、僕もね、結構お腹いっぱいになってきましたよ。今日の企画は、はい、あれですよね、1万円使い切るまで帰るので。違う、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 どういう企画でしたっけ。食べ放題だと思って食べたらいくらになるのか。あ、そうですね。そうそう、結構3人ともね、食べ放題だと思ってめっちゃ食ってます。限界までね。限界まで、はい。え、これ、はい、ちなみにこれ誰がお金出すんですか。どうですか。見てる。ケイケさん、あ、大変なことに気づいてしまいました。ま、食べるのに集中すぎて、はい、もうごちそうさましたんですけど、はい、一個も何も取ってない。出た。全く食べるシーン取ってないでしょ。食べるシーン取らずに。オープニングがあって今、いきなりエンディングに来た。黙々と食べちゃいました。みんなお寿司見たがってますね。いや、でもね、スシロータワーが3人とも完成しましたね。そうですね、完成しましたね。食べてるとこ見たい方は、うん、ハイジーさんのチャンネルでね、しっかり上がってるんで、よろしくお願いします。もう本当に今日、本物のハイジーさんとコラボさせていただいたんで。それ本物でしょ。本物でじゃないやつ。ちょっとまたね、はい、またやりたいですね。またやりたいです。ごちそうさまでした。本当に。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。